ということで、簡単弾き語り、今日の練習曲はコブクロの、つぼみという曲です。3年ぐらい前、3、4年前の、レコード大賞との曲ですか、ね、違うかな。で、まあ、コブクロ嫌いな人がいると思いますが、ギターの練習曲としてはすごくよくできてる、よくできてるというか黄金のパターンなので、これマスターできれば大体のところが弾けるようになります。なんで、イントロからですけど、楽譜だとカポ2になってるんですけど、ちょっと高めですが、カポなしで C でやってしまうのが一番簡単に弾けると思います。イントロは、まあ、C がキーなんですけど、イントロは F から、こういうあのメロディーと同じようなイントロが入ってますから、ラララララ、 F メジャーセブン、A マイナー、B マイナー、F、G7、F says for、C says for、C で、A メロが、楽譜がちょっと若干ずつ間違えてるので、訂正しながら、ここが間違えてますね、この1行は。C、ベースが下がってきますね。C、C4、C4、C、C4、C4、B、A マイナー、A マイナー7、G、F、G、A マイナー、A マイナー、A マイナー7、G、D マイナー、A マイナー、D マイナー、7、まあ、A メロの位置、 A メロの、前半がこうですね。と涙がこぼしてろ、汗にまみれた笑顔の中じゃ誰も気づいてはくれない、だからだからの涙をどこ知らない。で、A メロの後半の方が C、 またこの1行間違えてますけど C、 C4、G、A マイナス、A マイナス7、G、F、G、E マイナー、A7、E マイナス7、G7、C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 、A マイナー、A マイナー、A マイナー、7、G、D マナセブン、C セブン、C、C セブン。なのでここをやると、たやすいことなく、僕の心に押されていた優しい光は、あなたが触れた。込むんですけど、 B メロは C、 D、 B7、 A マイナー、 B マイナー7、 7、 5、 E 桁ですね。真ん中の4つだけを鳴らして E 桁で2フレットから2、3、2、3、 B マイナー7、 7、 5、 D7、背中に映り話しかけながら
F メジャーセブン G Aマイナー B マイナー F G セブン C F こう間違えてますけど F G いけた。半音ずつ下がっていくんですね。難しいですね。G, G シャープ、G7、D on F シャープ。で、27C、F、G。27C、F、G。27C、F、D7、G7。で、C サス4。で、コーラスリフレインのコーラスのところをやると消えそうに咲きそうなつぼみが今年も僕を待ってる手のひらじゃ掴めない完全に踊る花びら立ち止まりみたいにひらり両手に乗せて笑って見せたあなたを思い出す一人。 B メロが、2番が A メロのところが半分になって、でコーラスをやった後のコーラスの最後が F、 コーラスの最後のところで間奏に入ります。僕のようだとささやく風にひらり舞い落ちてく涙となります。で、もう一回 B メロコーラスで、コーラスの最後のところが、ノーコードになるところなんですけど、優しく開く笑顔のようなつぼみを探してよ。
から火だまりが包む背中に熱い話しかけながら、いつかこう感じになります。まあ、ちょっとよく考えると相当難しいですね。これ。難しいポイントはコードが一拍ずつ変わるところですね。最後のところ。
してるので。上にやってもいいんですけど、上にやると斜めになるんで、この辺がプチプチっちゃうんだとすると下でやった方がいい。シーサスフォー、まあイオナみたいなとこですね。あとあとは Bm7 7-5 の E7 の Em。 これよく出てくるな。マッキーとかでもよく、ユーミンとかでも出てくるので、まあ元々はユーミンだと思いますけど、 Bm7 7-5 E7 Em。 この黄金のパターンですね。これをあとは半音ずつ下がるところですか。上でやってもいいんですけど、上でやるとちょっと痛いですね。はあ、難しいですかね。もう56回とかなってるんで、できない人は最初の方に戻って、第1回とかからちょっと練習してみてください。たくさん曲をやるとだんだんパターンが分かってきますので、何度も言いますけど、たくさん曲をやるっていうのは中途半端に終わらして次へ行くんではなくて、1曲を完成してその後次へ行くっていうことです。何でもそうだと思いますけど、ステップ1から初めにやってれば、ステップ18ぐらいからはそれの応用になるんで、かっちりと最初のパターンをきちんとやるっていうのが、最終的な上達のコツです。踊りでもそうですけど、習い事全部そうですね。ということで、今日は第66回コックロのつぼみでした。練習しろ。